はい、g d ワのンの服部です。よろしくお願いします。今日はですね、イタリアの赤ワインを紹介いたします。はい、本日のワインですけれども、ワイン産地はね、イタリアのピエモンテ州です。でワインのタイプは赤ワインで、生産者がリッツィと言いますね。ワイン名がバルバレスコ・リゼルバ・ボイトという、ね、ワインです。ヴィンテージが2011年で、ブドウの品種がネッピオーロ。 1>, 参考1万円前後となります。リッチはね、私も訪れたんですけれども、このボイトというのが一番トップキューベになりますね。で、このボイトのね、書かれているラベルは、息子さんがね、書いたね、ラベルとなっています。はい、表から行きます。ここですね、バルバレスコ・リゼルバ・ボイト。これがワイン名で、ヴィンテージが2011年。 でバルバレスコの下に DOC というね、これ原産地故障となります。で、ワイナリー名ですね、リッツィですね。はい、裏ですけれども、ここにワイナリー名、リッツィ。で、ここがですね、まあ、表と同じですねえ、ワイン名と原産地故障とヴィンテージというのがありまして、アルコール度数、それから 750ml ってあります。ラベルからですね、読み取れない情報は、まあ、ブドウ品種、まあ、熱オロですけれども、まあ、バルバレスコを買う 分かって買うお客様は、まあ、熱病炉を使ってるなっていうのは分かりますので、まあ、そこまでですね、不親切ではないかなと思います。まあ、バローロ、バルバレスコといえば、ネビオーロとなりますので、そこは覚える必要がありますね。はい、総合得点79としていますえ。コメントですね、長寿とかね、土系の香りですね。これ、バルバレスコの特徴です。で、バランスもよくって、ミネラル感が、ね、ありますね。で、ブラックチェリー系のですね、黒い果実が豊かで、余韻もとっても長いです。 とても、ね、素晴らしいバルバレスコでちょうど飲み頃かなというふうには思いました。はい、他にもね、こういった動画ありますのでチェックしてください。